原康太郎から1936年11月2日は、幕末のその藩士、明治の官僚、政治家。貴族院議員、近景官志向。神道無念流の連兵官塾党を務めた、見学としても知られた。その辺藩士、原官次の三男として生まれる。江戸の連兵官で剣術を修行し、連兵官塾党になったが、 その米藩を脱藩して、京都に登り、岩倉智美の触覚となる。母親戦争では、東山道総督随行、上野国巡察主権軍官として従軍した。その際、江戸幕府の元勘定奉行、小栗忠正と、家来三人を捕らえて、残首に所した。原は、後年、小栗は、自分が切ったと述べているが、あんな過半の止め付け、 浅田五郎作が切ったという説もある。明治4年にアメリカ合衆国へ命により留学し、ラトガース大学で学ぶ。1874年頃にイギリスに渡り、原六郎と共にキングスカレッジロンドンで経済学などを学ぶ。1876年に帰国。帰国後、兵庫県小書記、道県大書記官山口県礼などを歴任し、 1886年に初代山口県知事に就任。1895年3月、日清戦争の下関講和会議に出席していた、新国大使、李光章が狙撃される事件が起こり、その攻めを追い知事を辞任した。同年7月、福島県知事に任命され復帰。さらに、北海道庁長官。 農商務省山林局長県林野整理局長を務めた。1903年7月15日、貴族院議員に直選され、同和会に属し死,死去するまで在任した。1905年9月1日に、近景観志向となる。また、維新資料編纂会員なども務めた。ありがとうございます。